僕のいとこは地元でユタと呼ばれる占い師とかイタコみたいなものの修行や勉強をしているんです。僕と一緒に介護施設で働いているんですが、よく一点を見つめては、あそこに幽霊がいる、土地の神様が怒ってる、みたいなことを言ってきます。正直、全然信じてない僕はいつも、また始まったよ、と思いながらも軽く受け流していました。そんなある日、午後2時30分、出勤してフロアで利用者を見渡すと、うちでも一番高齢の女性利用者 T さんが、車椅子に腰掛けたまま眠っていました。ですが、顔色が黄色っぽくなっていて、明らかにいつもと違う様子だったので、呼びかけてみたのですが、反応がありません。すぐにバイタル確認をすると、呼吸、脈ともになかったので、同僚に救急車を呼んでもらい、僕は T さんを寝かせて、心臓マッサージを行いました。間もなく救急車が到着して、T さんは救急隊員によって病院へ運ばれていきました。こういった経験がなかった僕や同僚はほとんどパニックで、適切な対応ができていたかどうか不安でしたが、ただただ T さんの無事を祈るばかりでした。しかし、その後病院から T さんが亡くなったとの連絡が来ました。ショックではありましたが、とても高齢でしたし、仕方がないのかなと思っていました。その後でいとこが出勤してきたため、今までの状況を説明すると、そっか、大変だったね、と励ましてくれました。業務に戻りましたが、あんなことがあった後なので、あまり仕事が手につきません。しばらくして休憩に入り、いとこと二人きりになったのですが、その時、いとこが妙なことを言い始めました。Tさんが苦しんでる。またいつもの霊感か。と思った僕は、そんなこと言わないでよ、とかなんとか適当に返していました。しかし、いとこはいつにもなく真剣な表情でこう言いました。これは自然死じゃないよ。多分窒息死。喉になんか詰まってるかも。僕の施設では、お昼ご飯は12時から1時ぐらいまで。おやつは午後3時からです。僕が T さんの異変に気づいたのは午後2時半でした。お昼ご飯からはだいぶ時間が空いていたし、その10分ぐらい前では意識もあったと同僚も話していたので、誤嚥による窒息の可能性は疑っていませんでした。しかし、いとこは、間違いない、苦しんでる声が聞こえる、と断言していました。僕はとても信じられず、まさか、とか言いながら流していたんですが、いとこは、本当だよ、と言い残して、仕事へ戻っていきました。その2時間後、警察から連絡がありました。T さんの肺や気管から食べ物の残渣が出た。窒息死の可能性があるので事情聴取を行いたい、とのことだった。正直、鳥肌が立ちました。現場におらず、状況を僕から聞いただけのいとこが、
なぜ詳しい死因までわかったのか。今思い出しても不思議でなりません。本当に T さんの声が聞こえたんでしょうか。小学3年生の時の不思議な話。私と友人はオカルトにのめり込んでいた。ある日友人がどこからか仕入れたネタなのか、異次元に行く方法があると言い出した。それって大丈夫なの？ちゃんと戻ってこれるの？と聞くと、うん、やり方も簡単だけど、二人じゃできないの。というので、数人を誘ってやってみることになった。友人が言った。私がこの石に祈って呪文を唱えるから、いいって言うまでみんな目を開けないでね。私と友人他三名の計五名で手をつないで輪になった。じゃあ目を閉じててね。と友人がゴニョゴニョとすごく小さな声で何かをつぶやいて、やがて、いいよ、と言った。目を開けてみる。友人の家は公園に面していて、その儀式を行ったのも公園に小学生が集まる放課後。目の前に広がっていたのは普通に何にも変わらない公園の姿。なんか変わったの？うん、ここがそう、異次元なの。そしてスタスタと公園に入っていく友人とその他の友人たち。私もあちこちを見渡した。公園、滑り台、ブランコ、タイヤ、グラウンド。遊ぶ子供たち。何の変哲もない風景だ。これは嘘だったのかな？乗せられたかな？と子供ながら半信半疑。グラウンドも回ってみて、小さな山の片隅に一輪のタンポポが咲いていた。当時は真夏が少し過ぎたくらいで、タンポポの咲く季節ではなかった。なんだかそれだけがとても綺麗に見えていた。やがて友人が、そろそろ帰ろっか、長くいちゃいけないの、と言ったので、儀式を始めた場所に戻って、エンジンを作り手をつないだ。みんなで、一斉ノーで、帰りたいって言うの。目を閉じて。行くよ。一斉の。はい、目開けていいよ。目を開けても、やっぱり変わらない公園だった。ねえ、ちゃんと帰ってこれたの？私が聞くと友人が、うん、ほら見て、あの子もあの子も知ってる子でしょ？と公園で遊んでいる子供を指さして言った。そこで気がついた。さっきの公園では誰も見知った顔がいなかったこと。子供ながら嘘でしょと思って違うところを探す。見当たらない。最後に山に登った。タンポポなんて咲いてなかった。友人にもタンポポの話はしてなかったので、私が気づかないうちに引っこ抜いたとか、そんなことはできないはず。未だにタンポポの謎は解けてない。人生で初めてゾッとするという感覚を覚えた出来事でした。おばに当たる人が死んだんだけど、少し怖いことがあった。
おばさんといっても13しか年が離れてないので、子供の頃の僕にしたらお姉さんみたいな存在だった。そのおばさんが病気でいよいよやばいということで、話ができなくなる前に会っておこうということになって、じいちゃんも心配だし、ゴールデンウィークに母親の実家へ行ったとき、やたらと蛇が出てきた。田舎だし、蛇ぐらい見るだろうと思うけど、天然物というか野生の蛇に遭遇するのは初めてだったから、僕は驚いた。おばさんとも話をしたんだけど、どうも言ってることがオカルトめいていて、その時は、自分の死が近づくとオカルト的なことを考えるのかな、とか、怖いのかな、など、内心おばさんの話が眉唾で、と適当な感じで聞いてた。そのおばさんの話の内容というのが、おばさんが子供だった頃の話で、好きだった男の子のことだった。その男の子がある日消えてしまったんだけど、最近夢で再会したとか、その男の子が蛇になっているとか、それで彼が迎えに来てくれているんだけど、行きたくない、寂しい、死ぬのは怖い、まだ行きたい、と言ってみたり、かと思えば、仕方ないよね、受け入れないとね、なんて言ったりしてて。あの時、死に直面しておかしくなってるんだ、などと思っていた自分をぶん殴りたい。それから滞在中の一週間、僕の車の前にトグロを巻いた蛇が出た。じいちゃん家からおばのいる病院へ行くときと、おばの病院から帰るとき、必ず蛇を見た。じいちゃんの家は自然の中にあるから、蛇が出てきても納得はいくんだけど、そこそこ大きな病院の駐車場に蛇がそう頻繁に出るもんなのか、と徐々に怖くなっていった。おばさんの話の中には、私、つまりおばさんに近づく男の人を蛇になった男の子が遠ざけていた、という内容もあって、母に聞いたら実際おばさんは何度か縁談が破談になっていたりして、結婚の日取りが決まったのに婚約者が亡くなったり、恋人が事故に遭ったりとか何度もあったそうだ。そんなことが起こる前には男性側の方に蛇がよく出ていたのだとか。それを聞いて少し怖くなった。おいおい、僕は親族だぞ。マジで取り憑かれた？そんなことを考えて身震いした。ただ、蛇を見るのはじいちゃん家に滞在していた時だけで、帰宅したら見なくなった。それで先々月、おばさんが亡くなった。お通夜と葬式、斎場、納骨、全部に蛇が出てきた。それまでは灰色みたいな茶色っぽい蛇だったんだけど、おばさんが亡くなってからは白蛇が出るようになった。お通夜の時なんてどこから入ってきたのか、おばさんの枕元でトグロを巻いていた。おばさんが言っていたことは事実だったんだと思うようになった。本当におばさんは蛇に連れて行かれちゃったんじゃないかと思った。そう思うと寂しいとか怖いと言ってたおばさんに僕は
かなりひどいことをしていたんじゃないかと後悔した。おばさんはヘビの男の子に取り憑かれていたんじゃないかと思っている。